はい、こんにちは。トムズサイクリングのトミーです。今日もよろしくお願いします。はい、今日のテーマは、効率よくペダリングをするためにやってはいけないたった一つのことっていうテーマでお話したいと思います。よろしくお願いします。で、簡単に自己紹介しますが、僕今今日一人で喋っていますが、普段奥さんと二人でロードバイクに乗っています。で、普段はね、病院に二人とも勤めていて、理学療法士っていうリハビリの仕事をしています。で、まあ、体とかね、まあ、筋肉、関節、そういったことに関しては一応専門になります。ですがね、私たち二人とも、まあ、イベントとかね、レースで、まあ、少しでもいい結果を出そうと頑張っていますが、まあ、プロとか実業団ではありません。まあ、自分がね、本当に乗り始めた頃にどういう動画が見たかったかなと思って、まあ、そういったね、基本的なところ、ペダリングの基本的なところしか喋れないんですけども、まあ、そういったところをお話ししています。で、ペダリングっていうのは、まあ、本当にね、十人十色というか、まあ、いろんな方法があって、まあ、何が正解ってなかなか言いづらいところがあります。人によってね、これがいい、あれがいいってね、全然違うので、体の硬さとか、元々の筋肉のつき方とか、そういったので変わってきてしまうので、正解っていうのは言いづらいです。ただ、これはね、やらない方がいいだろうなっていうことはあるので、今日はね、これはやらない方がいいんじゃないかって思うことについてお話したいと思います。はい。で、早速ね、結論から言ってしまいますと、踏むときにかかとが下がるっていうのが、ペダリングの効率を下げる、まあ、パワーをロスしてしまう行動になるかなと思います。なので、漕ぐ時にかかとが下がらないようにするっていうのがポイントになると思います。でね、YouTube でね、例えばプロの選手の、まあ、走ってる姿っていうのを、まあ、簡単に調べると見ることができるんですけども、かかとがね、下がってる人っていうのは僕は見たことがないです。みんなまっすぐだったり、まあ、ちょっとつま先が上がってるぐらいで漕いでる人がほとんどです。YouTube ってスローモーションでもね、動画を流すことができるので、まあ、もしね、興味ある方とか、見てみたいなと思う方いたら見てみてください。どうしてかかとが下がると、まあ、ロスが生じてしまうかって言いますと、まあ、今、ペダルを用意しました。ペダルのね、軸に対して垂直に力が加わった時に最も効率がよく力を伝えることができます。でも、かかとが下がってしまうと、この軸に対して、まあ、ずれてね、力を加えることになるので、ロスが生じてしまいます。まあ、ペダリングをしていてかかとが下がると、ペダルがね、まあ、前を向く形になるので、足の力がね、こう前に逃げてしまって、無駄な力が出てきてしまいます。なので、運動効率の悪いペダリングになります。で、かかとがね、下がってしまう原因として、サドルが低かったり後ろすぎるとかかとが下がってしまうことがあります。あとはクリートのね、位置が良くないとか、そういったことでもかかとが下がってしまうことがあります。でも、まあ、一番大事だと思うのは、まあ、意識することだと思います。体のね、まあ、使い方で、かかとが下がらなくなることが、まあ、ほとんどだと思うので、まあ、ちょっと意識してみてください。はい。でね、このかかとが下がってないかなっていうことを意識して漕ぐだけで、ペダリングの効率っていうのは、良くなると思います。はい。もしね、かかとが下がっている方がいたら、まあ、まっすぐ踏むように意識してみてください、はい、っていうお話でした。いかがだったでしょうか。結構ね、してる方も多いと思いますし、まあ、当たり前っちゃ当たり前のことなんですけど、本当にね、始めたばっかの頃ってそういうことを知らなかったので、僕は、はい、なので今回こういう動画を撮りました。どうだったでしょうか。ちょっとでもね、まあ、お役に立てればよかったなと思います。はい、今日はご視聴ありがとうございました。サイクリングでした。